今茨城警察署のこの弁天下交差点を、西へ出ます。でちょっと仕事2日目の夜勤が終わって、まあ寝るのも早いし、まあ天気もいいし暖かいしで、どうしようかなと悩んだんですけど、まあ、ちょっと走ろうかなと思って、ちょっとポトライトしに出ました。はい。茨城市がなんか決めた、制定してなんかグリーンロードっていうところを走ろうかなと思います。まあ、ほんの数キロだと思うんで、まあ、ここですね。ゴルフ場の脇を、通る道なんですけど、まあ、ここなんですけど、まあ、なんか結構緑がで、いい道ですよという感じで、グリーンロードという名前がついています。まあ、せっかくなんで、ここちょっと走ってみようかなと。ではサイトの方に行くんですけど、まあ車がボンボン走りますね。
カントリークラブ。少々アップダウンが。
かも乗れる。なんか電車マジ出ました。少し山の方へ向かいます。反対に行けば万博公園の方に帰っていくんですけど、グラダンでもまだ7キロしか走ってない。すれば勝尾寺ですね。どうしよう。とりあえずドリンク買おう。ドリンク買います。
場だと勝尾寺登っちゃうんですけど、どうしようかな。はい、仕事の帰りで、帰りにどうしようかなって考えながら、考えたんで、どこ行こうかなと思ってたんですけど、カツオ PCR で、カツオジでもいいしな、
まあグラベルでポタライトでもいいしなと思って考えてはいたんですけど結局その両方になってしまいました。グラベルでポタライト出たのに昼ぐらいもすることになってしまいました。まあちょっと動画的には面白い動画になるかな。ちょっとしたネタですね。カツオのヒルクライムのコースとしては西田橋からがスタートになってますけど、もうその手前から上りなんですよね。ずっとここね、4号線入ってからまあ緩いんですけど、ずっと上ってるんですよね。アトルシタンプは走るし、走りづらい人は走りづらいんですよね、ここね。あ、いいね、桜が綺麗な。川沿いの西田橋来ました。ギアは軽いので軽く回します。
しいぞ。景色見ながら走ります。今日はガチじゃないんで。じゃあ歩きてくれよ、田中。暑い。もう今日なら半袖で半パン、短パンで、ほんまの夏用ジャージでも今やったらいける感じ。ちょうどいい。
ラベルって最高ですね。普段着で普通のイージーパンツで、乗ってこ乗れるし、いざとならヒルクライムも全然、ね、今みたいにヒルクライムもできるし、もうだからもうラフな格好でロードバイクが乗れるっていうのがいいですよね。ロードレーサーになっちゃうとやっぱジャージ着ないと格好悪いですよね、ある意味ね。グラベルロードだったら全然硬くなくラフな格好で普段着でもいいし、ジャージでもいいし、何着てもいける。お、綺麗。やっぱいいね、山の桜はいいな。そんなたくさんいっぱい木があるわけでもないけど、一本の桜木あるだけでも違うね。映えるな、山の桜。綺麗じゃん、いいね、見頃だな今。帰りちょっと止まろう。クライムするには格好が服装が厚すぎた。
あと2キロって書いてました。キャンプできるな、これ。小川でキャンプいいな。
景。お、咲いてるな、綺麗な山桜っていいんかな。前は山、奥は大阪の街並み。だから2キロの看板からが長いな。
結局活動所まで来てしまいました。仕事終わりまし、夜勤終わりまして、さすがにすごく天気がいいので、なんかもう寝るのもったいなくて、結局出てき、ポタライドしようと思って出てきましたけど、で、道、まあ最初はまあ平坦グリーンロード走ろうと思って出てきたんですけど、まあ、その流れで行っていくと、カツオジの方面に来てしまったんで、どうしようかなと思って、でもいいやと思って勢いでそのままカツオジまで昼クライムしてしまいました。はい、なんで登りきカツオジまで来てちょっと今一息入れてます。全然家まで来たけどめっちゃあったかいです。桜綺麗です。後ろありますけど、はい、はあ、暑い。よし、じゃあとりあえずは登り切ったんで、まあ、あとはもう帰ります。はい、ちょっと動画ネタになっちゃいました。ポタライドがヒルクライムになっちゃいました。ほんま、全然ガチ走り走るするつもりなかったんで、普通のイージーパンツに、まあ上だけちょっとジャージ着てますけど、グラベルで、グラベルロードで着て、これですね。よいしょ。まあ、ポトライドやったんですけどね。はい、まあ、ということで、もう今もう12時ぐらいなんでそろそろ帰ります。下って北千里通って帰ります。いつも通りの帰りの道で、はい、ではまた後で、後でっていうか、まあもう、まあ縁談もあれなんで、ここで終わりにします。とりあえず、じゃあしげちゃんでした。おやすみなさい。帰ったら寝ますので、失礼します。橋の方へ向かって向かって帰ります。
だろうな。
いな、下りは。あっという間に西田橋まで下ってきてます。